今寒気はないですか。さっきよりマシ。あ、マジですか。あ、よかった。あ、ごめんなさい、5枚パオ。あ、そう、OK、いいよ。ありがとうございます、5枚。D の人です。バルス。いや、向こうで否定的なコメント書いてる人はみんなバルスです。はい、もうみんなバルスです。うん、え、エイブロっすか、ガブレさんのとこって。僕エイブロ。あ、エイブロなんですね。うん、あ、エイブロらしい。ずっと解放せえへんらしい。しゃあ、OK。全部こっち流れてくるわ。うん、よしよし。うん、アイテム欲しいらしい、カメラさん、うん、石油王になりたいらしい、うん、誰も投げへんもんな、うん、いや、そんなことないっすよ、カメラさん、うちんとこ、うちんとこ来る人はなかなか、たまにしか、あ、尿酸値下げる薬飲んでるんですね、もういっぱい飲んでるねえ、そうですね、まあ見たらわかるわ、あーあー赤いのとそれを使わない睡眠薬、あー、はい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 、あ、トンネルのやつですね。はいはいはい。ああ、うん。いや、見たら分かる薬。うん。薬学部やから、こう見えても。うん。尿酸値高い。尿酸値も高いんですね。ああ。つるも来るっすか。これ大変やったよ。ああ。小餅しゃも3本食って。ああ、かん。魚卵一番かんっすよ。ああ。好きな。動かれんかって2日間ぐらい、まあ、というかビールも一番あかんっすね、ビールもあかんっすよ、ビールうまいね、うまいのは分かるっすけど、ビール次の日はもう指先出て、殿、うん、高級時計ありがとう、これが待ってたんや、さすが殿や、うん、うんうん、今日はでもね、めっちゃ夜歩いたから山の中、あー、それであれっすね、そうそう、それもあ、塩分抜けすぎてて、うん、うん、ちょっと無理しすぎですね、ああ、それはそうかも、気分良かったし、帰ってみたし、うん、それでちょっとビールと酎ハイ1杯だけ入れて、うん、ちょっと落ち着かれたようや、ガメさん、ガメの 兄貴はしんどいけどね、しんどいけどちょっと落ち着いたらしいわ、ありがとう、投票、うん、これ投票って1万票ぐらい欲しいな、バリ欲同士、バリ欲同士、すげえな。うん。やっぱガメさんすげえわ。うん。うん。めちゃくちゃ。まあでもええやん。元気やった方がええって。あ、なんかあってさ、ほんまに救急車呼ばなあかん、ハメなるよか。ちょこちょこ救急車呼んでる。そうそう、ほんで呼んでるみたいやし。うん。ちゃええやん。まだ開けて、そう。で、顔見て元気になってくれて、よかったじゃん、これで。みんな来てくれたら嬉しい。そうそう、ガメアに。逆に来へんかったらな、うん、恨むなあ、そうっすよね、配信者来やがれへん、あ、ほんまそれ、うん、殿ありがとう、うん、石油プレゼント、うん、サイは後で飲む、サイは、まあ、結構して、まあ、無理して飲まんでいいですよ、別に、はい、ぼちぼち飲んでください、はい、うん、あ、まだ一応近くにはおるっすわ、うん、なんかあったら呼んでください、はい、いやいや、いいっす、金銭でいいっす、なんかあたばた飛んでこなあかんので、お化け出るとかおいしいの、あー、この家以外で、この家以外で、浜ヶ崎のおばちゃんが殺人17人殺した、あー、これそういえばこの辺っすね、思い出したわ、あれ出るんや、あー、まああれは出るわな、うん、じゃあまあ、ガメさんまた お大事にしてください、うん、もう何かあったらすぐ飛んでくるんで、また、うん、同じノリで、ねぶたになったら鍵開いてるから、あー、了解です、了解です、はい、すいません、お邪魔しました、夜分に、あざす、ういっす、お疲れ様です、しー、 OK、 よかったよかった、無事で、うん、それは聞かへん、まあ、また今度、はぁ、よいしょ、元気そうやったからええやん、あっつ、はあ、はあ、じゃあ、3階まで階段きついよな、はあ、渡すものある、え、何、お金、いや、お金いらんで、いや、渡すものないやろ、別に、はあ、え、ないな、いらん、ええよ、山田さんも忘れてない、うん、大丈夫、はあ、え、いやいや、いい、うん、また別にいつでも来れるから、
かまへんかまへん。あ、皆さんもしよかったら無料アイテム残ってたらください。お願いします。もしよかったら、はい、無料アイテムだけでいいんでよろしくお願いします。おお、ありがとうございます。はい、3票ポン、あざっす。オッケーオッケー、流れる流れる流れる。お、ユミちゃんとかルータンとかいいぞ、生かも。お、ユリリンもええぞ。はあ、あ、無料アイテムありがとうございます。お、止まらへんね、無料アイテムシャワー来たねこれ。うん、高速飛ばしてきた回あるわ。ゾウしかない2個ポン、ゴシゴシ、オッケー、ありがとうございます。いいよ右の人、ゾウはもう一番いいよほんと。みんなもあの真似して助けて。続いてのご依頼は生活保護受給者のいちごお母さんです。マジで？マジで？マジで？何を助けてほしいの？できたらあの具体性を提示してくれ。何を助けてほしい？どう助けてほしい？ここに赤裸々にその思いの丈を綴ってくれ。次は？次は？トップルーム高槻？マジで？マジで？マジか？マジなんか？いやもう高速や。いやそんなもんもう高速確定やけど。マジで？ほんまに言ってる？え、おっかーの家俺靴脱がへんくていい？さすがにやばいかな。さっきチャリで買い物行ってた、どういうこと？モバイルバッテリーが あったわ。いらねえ。え、着くまでに乾燥するで多分。いやちょっと待ってよ、高速乗っていったらどうか。返して郵送でもいい？おっか、郵送でもいい？郵送でいいか、もう郵送でいいか、速達とかでいい？そしたら、うん、助けて鍵返して郵送でいい？郵送でもいいか、速達、まあ、レターパックかなんかの、あの書き留めのやつで送ろうか、それでいいか、それやと俺別にいかんでいいからさ、そこ立つでいいか、いかん、いやーもう乾燥で終わるんって言うけど、もうこれ3乾燥目ぐらいじゃないの、地上に12時間やで、やめ上がり、ちなみにやけど、まあ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 、まあ明日な、車屋さん行かなあかんからな、昼に、おか、速達でいいか、もうガチで売ってんのやったら、速達でいい、レターパックかなんかで、今から行って湧くんやったらな、深志村4行く、体調良くなった、もう全然頭痛い、でもロキソニン飲んだらすぐ治ったし、おもろいやん。マジで行く、マジで行く、もう何もできひんで多分俺、トップルーム高槻、いや体力はいける、全然いける、
ああ、パーキング場の生産機壊れて、ああ、それ電話したらすぐ来てくれるわ。どこでもそう、一緒。うん、あと電話すんねん。うん、壊れてるようあるから、それ、うん。ゲートもバーも、うん。電話したらすぐ来てくれる。ああ、2時間待ちはだるいな。うん、まあ、しゃあないんちゃう。2時間分保証してもらったらいいやん、駐車場代、うん、それはだるいですね。ランクルとかやったらな、そのまま踏み越えて出て、うん、お金だけ置いといたらいいねんけど、あ、ちゃちゃちゃ、それあれしてくれる、絶対見てくれる、うん、そんな怒って言わんでも普通にあの生産時の時間の料金で生産してくれる。山田会にはちったらって何、ごめん分からへん、おか何言ってんのか分からへん。何言ってんのか分からへん。誰か言ったれや誰か言ったれや。もう何言ってるかもこれ。要せへんちゃうねやろ、前みたいに。前みたいに要せへんやったら行きたいけど、要せへんちゃうねやろ。死にたいとか言ってないねやろ。誰か言ったら、ガメラさんも救った、うん、ガメラさん救った。だから次は、トップグループ、うん、次これか、タイトル、昔村よ。行くよ、行くよ。個人的には R 社長のとこ行きたいけどな、個人的には R 社長のとこ行きたいけどな、どっちかというとそっちの方がおもろそうやん、花屋さんとバトルしてるって。昔4は次1号オッカーかなんかか、 R 社長が今2択、昔村4、うん、どっちや R 社長か、どっちや、うん、R 夫妻の方が熱い。え、どこにおんの R 夫妻は、うん、今電話できひんからな、うん、完全に R、 わかった、うん、R 社長どこおるん、見るわ。どこおるかわからんかって、勢いないからな。いや、どっちにしても高速乗らな無理、うん、ちょっと待ってよ、見るわ。ちょ待ってな、そんな豪快に戦ってるん。いや、ガメラさんは救った今、うん、とりあえず救った。ちょっと見るわ。かなちゃん35歳になりました。どこおるんこれ。え、今どこっすか、え、今どこや今どこ。山田君ありがとう。おお、いいよいいよ。山田さんのシールヤフオクで売ってないよ。売ってない。そんなん ただやで、基本。あ、せやで、うん、どこおんの、茨城におんの、茨城におるん。どこおるかわからんもん、今どこおるか。これこの背景だけでどこかわからへん。特定班どこや、うん、え、今花屋さんと戦ってんの、うん、わからん。さっきの駐車場の近く、うん、なかなかあれやな、カメラさんも湧いたな、よかったよかった、うん、え、花屋さんおらんの、嘘かい、どっちや、忙しすぎるやろ。ちょっと待って、花屋さんがな、視聴者数じゃないと出てけへんねんな。あー、そういうことな。
って。ちょっと待って、ほんとどっちにしよう、どっちにしよう。どっちにしよう。うん。どっちにしよう、どっちにしよう、どっちにしよう、どっちにしよう。え、何山田さん答えて。何を何を答えたらいい俺は。答えたよ。うん。何いや、どっちやろこれ。どっちの方が熱いやろ。うん。どっちや？ヤッホー、ありがとう。ヤッホー、しおさん、ヤッホー。あ、蛍光補水液、まずいな。あかんわ。1号カーの家に集合する、ある社長も。そしたら、うん、そうする。1号カーの家に集合する、それ一番良くない？もうそれやったらガッチャンコ、うん、来るかな。ないさアイディア。そのためには1号カーに、あー、うん、え、1号カー R 社長と行っていい？行っていい？え、行っていいかどうか、あかんか。うん、R 社長と1号カーの家行っていい？いい人やで。うん。僕カード大好きなもんいっぱい持ってんで。うん。どうする？嫌か？嫌か？どうする？おっか。人生のターニングポイントやで。うん、どうも。おっかに電話してみようか。出れんのかな、いちごおっかって。いちごおっか、一回電話してみるわ。出るかな、出られへんか。いちごおっか電話出れる？ご飯買ってくれるかもやで。いちごおっか出れる？行かへんかのあれやのに電話出てくれへん。配信中出られへんの？ダメだ、ダメだわ。かけてんのに1号カー出へん。来てって言う割には電話出てくれへん。どうしよう。うん、でなんで出られへんの電話。折り返しもけえへん。嫌なの？うん。ママ茶とかもそうやしな。あ、今日のエミントさんちゃんと、あ、かかってきた。え、R 社長と行っていい？ R 社長と行っていい？なんて？ R 社長と行っていい？いやいや、それは困る。え、R 社長はあかんの？うん、ダメ。なんでなん？理由は？いや、理由は言われても、だって知らん人あげたくないもん。え、俺とお友達やで、仲いい人やで。知ってるけど。うん。何話いいのか分かんないし。あ、大丈夫、俺が間に入ってあげる、ちゃんと。え、あの社長だけ？違う違う、奥さんも来たの。あ、そうそう、奥さんも一緒、奥さんも一緒。しかも掃除してくれんで、奥さん、めっちゃ綺麗に。まあ、いいけど。いい？わかった、ありがとう。じゃあ一回聞いてみるわ。はい、はい。はいよ。で、いただきのかなさんに住所送っといたらいいか。うん、ここ来てって。うん、いいって言ってるからええんちゃう。どこやったっけ？かなさん。うん、ここに集合します、集合します。よいしょ。ああ、かなさんが運転できるからな。うん、 LINE 送ったって言っといて。
いや、おか金ないから。おかお金ないから言うたら。しびれるぐらいお金ないから。よいしょ。え、被害者になりかねへん。いや、大丈夫やろ。お金ないもんだっておっか。いや、まだなんか家臣、おっかにあれ差し向けるのやめてあげて。え、差し向けはせえへんよ、別に。え、ちょっと待って、誰や。今度 C ちゃんがどういうこと？あ、ブロックされてるやん。待って。あ、R 社長からお金返ってきてないっていう人、ブロック画面出てんぞ。どういうことや？R 社長からお金返ってきてないって言ってる C ちゃんさんが、ツイッター R 社長からブロックされてる。まあ、えっか、これは。らしいぞ。今見たわ。ブロックされてますので連絡できません。逃げ格ですね、つって。うわ、わらわらわら、うわ、わらわらわらって送っといた。まあ、これはいいやん、別に。来んのかな、あるでしょ。もう来えへんか。そっからやったらそんな遠ないねんけどな、ちなみに。どうやろう。どうやろう。ちょっと待ってな、R 社長の放送ちょっと見るわ。来んのかな、来えへんのかな、集合。けえへんか。けえへんか。どうやねんやろ。終わんの配信。あれ終わってるやん。かなとゆうじの話してる。できんのかな。まあ、どっちでもいいけどな。山田はバイロ人間だから、そうです、ダメです。はい。長いものには巻かれる言うたら、はい。はい。うん、俺に一抹の正義感なんてない言うたら。できることはできる、できひんことはできひん。何を優先順位に置いているか、もうこれがはっきりしてるんで、僕の場合は。でも、なるべく悪には加担せえへんというか、物事に加担せえへん、中立、はい、で頑張っていこうと思います、これからも、はい、ダメです、はい、ダメなやつです。いつかもっと心にも懐にも余裕ができてきたら、まあ、若干は多分変わってくる部分はあると思うけど、僕も生きるの必死なんで、僕も生きるの必死なんで、まあ、なんか思うところあるやろうけど、601号さん、山田は賄賂人間だからダメなんだと思うんだったら、601号さんが僕に賄賂で方向転換してくれたらええんちゃうんすか、ダメ、それでもダメか言うたら、ダメか601号、でもさ、ある程度はラジコンするじゃん言うて、世論みんながそっち行けっていう時は、実際金ですぐ傾く情けない人間、いや、すいません601号さん、そのあなたが言う小さいお金っていくらですか、その小さいお金すら加担してます601号さん、そこまで言うんやったら負担してます。じゃあその小さいお金で俺傾けたらいいんちゃう、601号さん、そこまで言うんやったら。あとお金に小さいとか大きいとかないの、あ、 5×5 は27、パオン、アザス、オッケー、ゴシゴシ、アザス、そんなこと言うなよ。いやでもある程度の倫理観は持ってやってるからな、その誰が見てもダメなことはやらんし言うて、まあでもまださ、やっぱりさ、そこまで俺も余裕ないからさ、言うても、あたいを救ってゴシゴシ、いやークソ寄りの普通かな、クソ寄りの普通ぐらいじゃない、あ、ガメラは兄さんなの、ガメ兄さん、あ、お疲れ様でした今日は、お前まで10万ぐらいからで始めますか、騙されそうになっているのを助けて、 R 読めばくね、いや、そんなことないよ。小さくない。パオン、あざす。ゴシゴシ。小さいこと言わず山田上に。いやー、そのなんか、この思考そんな強ないからな。パオン、あざす。ゴシゴシ。人を踏みつけてまで、上に行くのはちょっと、なんかね、ほんま理想は今ぐらい。現状からそこまで落ちひくかったら言うわぐらいです。はい。そこまでガツガツしてへんすよ。あ、レターちゃん20個パオンあざす。はい、ゾウもありがとう。パオンあざす。
いやそこまでは無理っすよ。そんな買いかぶりすぎ買いかぶりすぎ。山田さん嘘だらけ。あ、そうですよ、嘘つきです僕、はい、基本的には嘘つきです、はい、でもまあ分かるような嘘しかつかへんけどな、うん、誰が米をやねんパオン、うん、こんばんは、うん、じゃあそこまでよいしょしてくれてるから頑張るか、うん、よいしょしてくれてるから、うんうん、よいしょしてくれてるから、うん、頑張るか、うん、かなちゃんに電話しよう、うん、あ電話してみる一回、もう今日は著名にしますって。あ、かなちゃんあれやわ、充電切れてるっぽい、うん、あ、充電切れてるっぽい、 LINE も既読ついてないもん、うん、出えへんわ、ダメやわ、うん、かなちゃんあかん、充電ないわ、うん、山田さん、あ、外部のいいやるらしい、まあ何でもいいけど別に。で、出ないっす。はい。今日はあれちゃうか。ああ、キャスで飛ぶ。ああ山田わかる。ごめん、わからへん。何言ってんの、581号さんは。ごめんなさい、わからないっす。あの、生垢でコメントしてくれたらわかんねんけど。581号さんの異常性に俺今恐怖感じてんねんけど。あ、淀川入んのか。オッケーオッケー。頑張って。581号さんの山田わかるがマジでわからへんねんけど。わからへん、581号さん。俺は、たぬき581号さんをどうやってわかればいいん、なんか匿名で別に何でもいいからさ、50円ぐらいのアイテム添えて私だよって言ってくれたら俺多分分かると思うねんけど、あの分からへんっす、ほんまに分からへんっす、え、分かるように言ってくれたら分かると思うねんけど、うん、誰、何があったの、あなたに一体何があった、さっきから581号さんが山田わかる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 、わかるわけないやん、うん、それって砂漠で、うわ誰かわかった、うわ鳥肌立った、うわバラバラや、パープルや、出た、電話かけといて今すぐに、うん、誰かわかった、来た、通りでコメントが異質や、出た、闇クリニックの7上って言われてる、くわー、いや、このコメントの何に、山田さん山田さん山田さん来たで、これ、うん、今までみんなあれやろ、2級ばっかり見てきたやろ、1級やぞ、うん、特急やぞ、ここで言う、うん、今までみんなオッカーでも1級、2級、マチャでも2級、うん、テテさんでも3級、うん、1級来ました、マジか、うん、正解やな、うん、やんな思った、1級来ました、お前らこれが特急やぞ、うん、ガチの1級やぞ、1級呪霊やぞ、さすがに俺もなかなか、うん、領域を展開しても勝ち目ないわ、うん、何か思ったわ、この異質な文章何かな思ってたら、うん、いや、ひよこ、ガチの1級、うん、お前らまだあれやろ、配信で2級までしか見たことないやろ、もう1級や、うん、山田5枚パオーマンス、オッケー、ナイス、何、四日市来いってか、四日市来いってか、四日市来いってか、いや、この下、心ちゃん、下のがバラバラさんやん。この像投げてんのがバラバラさんやん。来たぞ。あ、電話かかってきた。あ、いちごっかーか、電話かかってきた。はい、もしもし。もしもし。はい。あ、ほんまに来んの？いや、R 社長来えへんって言ってるから、あの、エアコンついたら行くわ。あ、わかりました。うん。で、今日は来ないのね。うん。だから、あの、エアコンついたら言ってきて。うん。あ、22時に着くから。あ、了解了解。はいはい。はいよ。これまだ2級やから。
こんな人に1級やから、これ1級やから。来たぞ最強クラスが。あやばいな。バラバラさんどうしてたの？ハルといたな、おったよ。うん、バラバラさんなんかあったら電話してきて。もう俺の番号覚えてるやろ。うん、お前ら電話したらもう破壊力エグすぎて痺れるぞ。電話だけですごいからな。うん、かけてくるか、おっか。あ、おっかじゃないわ、間違えた。かけてくるか。いや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 、93号、うん、テテさんで2級とか3級やで、分かってる。うん、1級やで、93号。うん、前らテテさんで3級なんは頭入れとけよ。うん、この人1級やぞ。いやもうコメントで分かったわ。なんか気持ち悪いコメントずっと書いてんなみたいな。ああ大谷やね、大谷やね。バラバラさん電話かけてきたら、ほらもうコメントも意味分からへんやろ。うんうん、コメントも全く意味わからへんやろ。もう何書いてんのかわからんやろ。ちゃうで、違うで、こんなもんちゃうで。うん、通話つないでみ、この状態で通話つないでみ。もうお前らが考えてる7上は生きよるから、すごいで。しかもこれもさ、ヒコポンタイプでさ、旦那さんまで電話出てくるタイプやから。うん、俺バラバラさんって LINE 知ってたよな。そういえばかけてきてや。 R が福祉、これわかるやつおる？このコメント、うん、このコメント理解できるやつおるかって。うん、本能に従えよ。うん、頭で考えんな。うん、え、バラバラさん俺 LINE 繋がってたよな。そういえばかけてきてよ。覚えてる？部長山田で入ってるやろ。どこやったっけ LINE バラバラさん。なんかな、わけわからへんアイコンやってんけどな、思い出されへんね。バラバラで登録しとけばよかったな。バラバラさん LINE かけてきて。どこにいるの？尼崎、今尼崎ガメラさんの家の近く。また何かあったら行けるように、うん、まあとりあえず一旦駐車場おる。あかんわ、もうバラバラチャンスないわ。うん、この人に会ったらもう勝ち確やな。バラバラさんの家行きたいな。もう俺もだいぶ2級3級で体勢つけたからさ、いよいよ何1級の家にお邪魔したい。うん、行きたい。バラバラさんの LINE どれやったっけな。昔 LINE 通話してんけどな、あの動画で。バラバラさんの LINE 覚えてないねんな。俺見たことあんで。うん、あ、痛風やなガメラさんな。うん、尿酸値高いんやろ、薬飲んで。アイコン変なアイコンやってんな。あー、ちょっと待って、見ていくわ一回。もうもしかしたら残ってるかも。友達786人から探すわ。うん、バラバラさんどんなアイコンやったかな。なんかな、思い出しそうやねんけどな、アイコン。変なアイコンやって。うん、あ、これかな。あ、違うな。早くチンコ治りますようには違うな、絶対。ちょっと待てよ。山田言わない、バラ来て、岐阜やら来てな、バカ。よし、もうわからへん。
もう理解しようとせんでいい文章は、うん、みんなもそう一緒、理解しようとせんでいいから、うん、え、バラバラさん LINE 覚えてる俺の、うん、いやだいぶだいぶだいぶ、もういつもやからだいたい、いいねいいね、気にせんでいい、これがバラバラやから、うん、一人でテレグラムしてはるから、どれやったかな、バラバラさんの LINE 消えてはないと思うねんな、してるから780人から探さなあかんからな、バラバラさん、バラバラで入れてないかな、ちょっと待ってな、バラバラで入れてる可能性あるから揉んでほしい、バラバラ、あかんな、入ってないな、入ってないな、メッセージの検索で、アイリで入ってんのかな、いや、おらんな、アイリでおらんな、違うねんって、もうほんま電話したらわかるから、もうえげつないの、うん、そんなんじゃないねんって、この程度じゃないねんって、うんうん、うん、ちょ待ってな、今もうガメガメよりさ、バラバラの方がエグなってきて、うん、ちょっと待てよ、あ、パープルか、ちょ待てよ、パープルかな、ちょ待ってな、あ、出てけえへんわ、出てけえへん、時間を止める魔法を持ってるから、この人は。バラバラさん、LINE かけてきて。バラバラさん。あ、だって車椅子やで。車椅子乗ってはる。いや、LINE も繋がってん、最終的に。最終的に繋がってんやで。で、喋ってん、一回。LINE 通話、あの、ヒコポンと同じ扱いしたらさ、そん時はそうでもなかってん。似合うやろ、俺。バラバラさん、どこや。なかなか700人から見っけんのむずいよな、ピンポイントで、この人って。ちょっと待って、今頑張って探してるから、バラバラさん。違うな。いや、そうやで、すごい人やで。配信始めた。ちょっと待てよ。なんかプロフィール飛んでいったらなんもない。地域沖縄県ちゃうやん。地域沖縄県じゃないやん。うん。あなた四日市じゃん、家。もう700人飛んだか、ちょっと待って、これアイコやな、アイコやろ、これユマル、いや、解決してないと思う、それも。ちょ、電話してきて。うん。バラバラさん、電話してきて。また NG で番号書いて。うん。得意の。バラバラさん、電話してきて。あかんな、出てけへんな。これ、なんかな、なんか見たら思い出しそうやねんけどな。ゆかべらさん、ちゃうちゃうガチ病気。
なんで番号覚えてるやん。これリカピーとかやもんちゃうよな。番号変えたらやん。184で変えてや、今かけるから。LINE、うん、の ID でもいいから、うん、お前のって変わってへんやろ、多分。LINE の ID でもいい、うん。消してもうたんかな、不可解すぎて。ありえるな、それ。番号変えて、NG で。LINE の ID でもどっちでもいいから検索 ID で検索かけるから184で LINE の ID 書いてくれへん。バラバラさんもうみんな気になってもうてるから破壊力、うん、眠られへんな。いや、それは分かると思う、多分。いや、まだ少しずつにしてせやな。一日で多すぎるな。今日は巻き打ちは家でゴロゴロしてそう。ああ、いえいえ、無料アイテムありがとうございます。よかったら、フォローしといてください、皆さん。バラバラさんがおらんわ。バラバラさんがおらんわ。あかんな。あ、ありがとう、金目が10個、うん、あと無料アイテムありがとうございます。あかんわ、探されへんわ。待ってな、バラバラさん俺電話番号入ってたかも。ちょっと待ってな、バラバラさん電話番号あるわ、あるわ、バラバラさん電話番号あるわ。おかけになった電話番号は現在使われております。あかんわ、止まってるわ番号、うん、ダメや、うん、バラバラさん番号あったけど止まってるわ。なんでや、うん、変わってる番号、変わってるわ。バラバラさん登録しててんけどな、もうないわ。くっそー、うん、トーク履歴で出るかな、検索で。あかんな、あかんわ。また一からやり直しや、くっそー。ちょっとバラバラさん LINE の ID 書いてくれへん。やばい、くっそ、今やったらな、一級の E 行けんねんけどな、今の俺やったら。昔じゃ多分無理やったけどさ、今やったらいけんねん、一級の E 欲しい。バラバラの閲覧が欲しい。あ、無料アイテムありがとうございます。今やったらいけんねんって。あの時よりかは成長したから。うん。うん。あまたの2級3級を、何？あの、2級3級と戦ってきたから。うん。今やったら1級とも対峙できる気がする。うん。トーク履歴でな、名前が何やったか覚えてないね。うん。ないんだよ。ああ。パープルでも出てけえへんもんな。トーク履歴検索で。あ、俺たかしさんにパープルさんの番号教えてる。パープルさんオッケーやって、番号教えてやっつって来てるやろ。うん、たかしに俺送ってんねん、そういえば一回。うん、過去のたかしに送ってる画像もう拭いてもうたわ、ほんま。ほんま俺とたかしってこんなことばっかりやってんねんな。最低やわ。あとはもう巻内のちんちん送りまくってるわ。
あ、ありがとうございます。アタッシュケースポン。アザスオッケー。うん。の人、ありがとうございます。え、けど、そんなひどい。いや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 、もう。あ、番号検索してみる、LINE。パープルさんの番号教えてって言って、俺、パープルさんの番号教えてないねんな。うん。だから、番号変わってたからやろ、多分、俺。うん。あかんな。そやな、マキウチの自信でリコだ。うん、高橋にマキウチのチンチン送りまくってて、うん。そんなことばっかりやってんな。パープルで登録してないねんな、言うたら。紫とかでも出てけえへんしな。あかんわ。ちょっと、あ、アイリー、パ、バラバラさん。だから行くから、ちょっと LINE の ID 書いてくれへん、ここで。184で。アイリー行ける?LINE の ID 載せてくれへん、ここに。NG でいいから。あかんな。もうこの、こっちの言葉何も通じひんからな。これも前めっちゃ苦労したんやて。そこにたどり着くのに、もう3感想ぐらいしたような気する。あ、四日市で検索。オッケー。もうあかんねん。話ならへんねん。しかもこの人、アルコール依存症、アルコール中毒とかやのに、何を酒飲むねん。うん。もうこうなったら話ならへんから。四日市で検索してみる。ああ、あかんな。ああ、あかん。あかん。出てけえへん。ああ、あかん。え、そんなことあんねんて。あ、車椅子。検索ワード。車椅子。車椅子。あかんわ。ドルフィンさんしか出てけえへん。ドルフィンさんでも2級やからな。ドルフィンさんやわ。うん。ある日突然配信外で家に来た2級のリスナーさんや。ドルフィンさんしか出てけへんわ。違う。ドルフィンさんしか出てけへんかった。車椅子だと。1級で出てくる。あかんわ、出てけえへん。ちょ、バラバラさん、電話かあれかけてきてよ、ほんま。もう頼むわ、面白すぎる。ちょ、この人沖縄じゃないね。四日市に住んでね。あ、ルリさん、ありがとうございます。あかんわ。もどかしい。バラバラさん、バラバラさん、バラバラさん、電話かけてきて。四日市出てけへんかった。おい、お前、くだらないな。わかった。寝たかな。あかん、バラバラさん、バラバラさん、184で LINE の ID か番号書いてくれへん、かけるから、今から。あかん。鬼舞辻よ。あかんか。無残よ。今やったらできんねん。今やったらできんねん、俺。頼むわ。愛理さん。そうね、こっからあれね。数字で184って書いて、LINE の ID かなんか書いてくれへん。あかん。バラバラさん。もうあかんか。あ、無理やりとバレーズざんす、うん。山田ちゃん、俺山田ちゃんって呼ばれてたっけ。いやー、あかんわ。おらん。住所は俺知らん。教えてもらってない。四日市の駅で待ち合わせやったから前。うん。いや、ないやろ。NYSY ではないやろ。わからん。どうしよう。
あ、また来てください。パオン。あざそっけ。組まないっす。いいよ。うん、そう、ドタカン、常習犯ね。バラバラってカタカナで書いてみようか。あかん、出てけへんわ。もうほっとくか、あかんわ。もうこうなりだしたら無視しとくしかないな。もう無視しとこう。わかった、もうあかんわ。うん、もうやめとこう。もう無視しとこう。長なるわ。無視しとこう。長い長い。前な LINE 通話で喋ってんけどな、結構前やってん、喋った。トークに残ってるかもせえへんねんけどな、わからんわ。よし、もう無視しとこう。今四日市におる、アイリー。四日市におる。バラバラよ、四日市におる。いやー、どうやろ、わからん。たかし知ってるかな。残ってないよな、多分。バラバラさん遡っても、あれ何月ぐらいやったっけ、バラバラさんと電話したのって。これか、あ、違うな。この辺か。ゆら猫とかより全然前やんな、去年。うん、これちゃうよな、佐藤さんの妹やろ。佐藤さんの妹、今2024年やもんな。うん、アイリさんのコメント、ま、前々回東京行った時、違うな。5月ぐらい、4月ぐらい。これまだあれやな、チムとかおったもんな、この辺な、多分。うん、あかん、おらんわ、いねえわ。いや、もう無視しとこう。聞いてないから、この人。あかん、もうおらん。もうえっか。もうええわ。バラバラさんが自分で番号送ってくるまで待っとこう。うん。そうしよう。うん。もう諦めるわ。うん。うん。もう無視しよう。もう長い。もう疲れた。ストレスや。じゃあな、気長に待つか。うん。もうそうしよう。うん。もう。いや、俺の番号は書かれへんから、そっちの番号を書いてっつってんの。電話番号。もう。そのまま書いたらええから、うん、番号。もう番号書いて、もうそれやったら、なんかあんねんやったら、もうコメントマジで分からへんから、お、気長に待とう。米怖い。いや、こんなもんじゃないから。電話したらもっとやで。全員の時間止まるからな。そっちの番号を書いて、もう帰る準備しよう、もう。そろそろちゃんと帰る準備しよう。もうええ時間や。
みんなで、あのこの人に、あ、カメラさん寝た寝た、あ、もう寝はったわ。ごめん、手当たってたわ、すいません。すいません、ミュート出しました。ごめんなさい。よいしょ。帰る準備しようか。そしたら、すいません、手が当たっちゃいました。ごめんなさい。すいません、素人みたいなことやっちゃいました。なんか後味悪いな。なんか後味悪いですね。まあ、またバラバラ復活しだしたかな。まだ多分いろんな枠で、あの超絶気持ち悪いコメントを書き続けるようになるから、この人は。帰って LINE で探しとくわ、頑張って、なんかコツコツ全部見ていったらありそうやから。よいしょ、ちょっと駐車料金払ってきます。もうさすがにええよ、もうさすがに迷惑や、もう夜遅すぎるから、さすがに。まあ、また来るから、ガメラさんのとこ。ガメラさんがあのしんどい芸始めた速攻。高橋さん知ってるかな、繋がったんかな。まあいいわ、自分で探してみるわ。LINE 一回 LINE 繋がったから、しかもあの感じやと LINE なくなってそう、番号も変わってるし、言うたら、LINE もまたなくなってそう、変わってそう。また一から拾うわ、頑張って。じゃあちょっと駐車料金払ってきます。エンドリゲー続行中。いや、もうええやろ。あ、ちょっと待って、なんか書いてる。ちょっと待てよ。ちょっと待て。080。竜、080。竜ってどっちや？3301。9か。あ、OK。ちょっと待てよ。9か。ちょっと待てよ。080。080。9301 9301ってなんや。01 9821 9821、これで合ってんのか。一回かけてみるわ。おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません。4や、もう一回やって、わからん。4、どこが4や。ちょ待てよ、どこが4や。どれが4や。どれが4。ちょ、ごめん。4やってどこが 4?どれが 4? どこが 4? もう一回頼むわ、バラバラさん。9が4。竜4。4301。ちょっと待って、めっちゃむずいやん。あかん、またバラバラマジックかかってるわ。やばい。な、もう人々、ちょっと当たりって何が当たり？竜が4ってこと？ワンが4ってこと？ちょ、またほんまにわからへん。ちょ、やばいって、何がやねん。竜が4ってこと？竜が4。080、竜、43、4301、4821、4821。ただいま、電話に出ることができません。ピーという発信音の後に、
お名前とご用件。え、電源切れてる？どっち、これ合ってんの？電源入ってないの？誰にかけた？ちょ、もうおかしなりそう、おかしい。あ、かかってきた、かかってきた。非通知でかかってきた。もしもし。ちょ、ハウってるから配信閉じてくれな、あれやわ。聞こえる？聞こえますよ。え、バラバラさん、LINE 教えてや。LINE。は？え？ LINE？ うん。なんで、山田は、四日市に、会う社長としたやん。ちょっと待ってよ。久しぶりに、うん。いろいろ山田のことも観察してきたけど、人のことを配信上で、なあ、私が消えた状態、今もバラバラやって言って、アルコール依存症とかって言う必要もないだろ？ん？人のことをアルコール依存症とか、アーデコーダー言うことある？ないよ。自分で言ったでしょ？うん。自分、ちゃあ、バラバラさんがもともとアルコール依存症って自分で言ってたやん。うん、それは。うん。うん、車椅子もそれも。今もだし。うん、あ、今も車椅子乗ってんの？乗ってる。うん。バリバリ乗ってる。今日はお酒飲んでる？なーん。今飲んでない。あ、何にも飲んでなくて、今それ。うん。全然飲んでない。うん。うん。うん。今、ちょっと、あの娘のこともいろいろあって、アルコール飲むところがいろいろあって。あ、アルコール飲むことがいろいろあって、はいはい。ああ、アルコールは飲まないって。あ、アルコールは飲まないの？飲めないくらい、いろいろ電話でいろんなことで連絡が、うん、秋田からも来るし、うん、うん、え、そういうことで。バラバラさん、 LINE 教えといてや。 LINE、 え、 LINE、LINE ってどうやってるかわかんないの？ LINE の ID をただ俺の番号に送ってくれたらいいけどな、今のこの番号に。この番号に送ればいいの？うん。どうやって送ればいい？ショートメッセージかなんかで。あ、それでいいの？はい、いいよ。山田さんの、山田の、うん、山田って言うけど、うん。うん。ソフトバンク？ソフトバンクやで。うん。じゃあ、わかった。でもさ、こないだ R 社長と意味のわかんない女性の方と四日市に来たやん。うん。うん、その時会いたかったね。いや、ちょっと連絡先わからへんのに会われへんやん。う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 ん。今どこいんの？え、今は、尼崎。うん。うん。地元？おんままみたいなもん。うん。うん、うん、うん、今さっきもガメラさんのとこに行って、うん、うん、見てたけど、うん、うん、うん、あと前みたいなアルコール飲んでお話するとかないから、うん、コメントもしてないし、うん、うん、やっぱり相談したい時とか。え、バラバラさんさ、これ非通知でかけてきてるから俺意味なくない？うん、私から電話したからいいじゃん。いや、いいけどさ、もう俺に番号教えてんのに、うん、なんで非通知でかけてくる？私番号みんな変えたの。うん、うん、うん、私あの前の過去の電話もいろいろあって変えたの。うん、え、であれは、うん、あの LINE は LINE あんの？ある。LINE を送ってよ。LINE は3台持ってる。どれでもいいから別に。うん。うん。うん。でも四日市に来た時、2、3日前会いたかったね。うん。バラバラさんの家行くわ、うん、いいんやったら。うん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 、大丈夫。前の私とは違う。全然。
うん、まあ、ちょっとマシやな、言うたら。マシやっていうか、これが普通。うん、いや、前普通じゃなかったもん。いかかったで。ごめんなさい。うん。だから、うん、山田のことは山田さんっては呼ばない。山田と呼ばせてもらってもいい？うん、いや、いいけど、LINE 送ってほしい。LINE。わかった。今からもう一台でかけるから、うん、そっちに送ってきて。うん。うん、わかった。うん。あ、わかりました。はい、うん、ほなね、はよ。はい。LINE の ID な。うん。はい。はい、お願いします。はい、はい。あれ、前よりまともなってる。ちょっと待ってな、今の番号かけるわ、こっちから。こっちが Y モバイルかなんかやから。うん。Y モでかけた方がいいやろ。この番号合っててんや、ほんで。暗号解けたな。ただいま電話に出ることができます。これでかけてくるかな。これで送ってきてくれるかな。ショートメッセージかなんか。ああ、いけるかな。連絡先に追加しとくわ。新バラバラさん。バラバラでいいか。バラバラ保存 OK 登録しといた。カタカナでバラバラにしといた。パンドラの箱、ほんまにショートメッセージ送ってこれるかな。っていうか、そんなんやったらコメントで NG で LINE の ID 書いてくれた方が早いねんけどな。うん、ちょ待って、今度全然違う人から来た。クソすぎですわ。返すと言って行動がこれやばないですか。他の方はどうか知らないですけど、私はきちんと支払いしなさいと法の下で決まってるんですよ。払わないは通用しないんです。女の方も頭おかしいんかって思いました。ただ、口悪いババアでしたわ。ちなみにほんまに席入れてたとしたら、こちらは嫁にも請求できる権限あるんですよ。やって、あの R 社長から、150万返ってきてない C ちゃんさんからの LINE です。はい、らしいです。次から。あいつ頭おかしすぎて、逃げ角なら払わんって一言言ってほしいですと伝えますか。そしたらこちらも動きやすいです。やって、うん、電話出れたらええねんけどな、 C ちゃんな。うん、旦那おるとき電話出られへんらしい、うん、なんかちょっとよくわからんけど。あとバラバラさんからメッセージ来たかな。うーん、来てないな。不明な。いや、来てないな。ああ、うん、来てないわ。ダメ。ああ、そう、前の。やっぱとりあえず料金払ってくるか。いや、なんかな、昼間じゃないと無理やねん、しーちゃん。うん、なんかわからんけど、うん、話したいな、うん、話せんやったらな。もういろいろあって疲れたな。助けてあげてって来てる。どういうこと？谷口さん、主、うん、うん、おはよう、ステッカー欲しい。誰やこれ。うん、コリアンタウンに行ってきます。どういうこと？お世話になってます。病院行きました。ちょっとわからんな。うん、谷口さん無視でいい。もう LINE 追加したから。うん、いや、ついでに全然あいつ LINE ないんですよね。うん、ないよって。ないよ、ないよ、まだあって、うん、あかん、もうあかんわ。どちらかってる。よし、今日はこのぐらいでいいや。自分やったわ。あ、ごめん、ソフトバンクじゃなくて Y モバイルやわ。うん、 Y モバイルだから、ここにも LINE の ID NG で書いてくれへん。あの、184で ID 書いてくれたらええから、ID。数字に184って書いて、あの、ID 書いてくれたら俺追加できるから、ここに書いてくれへん。もう一緒やん、番号を知ってんねんから。よう考えた。うん、書いて書いて。はいじゃなくてさっき書いて。うん。で、俺ダッシュでコピーするから、うん、書いて。LINE の ID。184つけたらみんなに見えへんから。もうもはや番号みんなに教えてるから大丈夫やねんやろうけど。
かける検索で電話番号検索で出んねやったら俺そのまま行くけど、出なさそうやろ。はいからが遅い、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 はいからが遅い。もうせやな、待つわ。電話番号一回あれしてみる。え、電話番号検索オンなってる。もうあかんわ、話ならへんわ。うん、話ならへんから、これで検索かけてみるわ。メッセージあーって送ってみてんけど、バラバラさんにこれに返事できる。バラバラさんに今あって送ったで、あって送信できてるわ。うん、送信取り消しなってない。あって送ってんけど届いてる。あって送ってんけど番号検索するか、うん、あれやし。あ、バラバラさんから入ってきた。はバラバラさん、はいって送るんじゃなくて、バラバラさん、はいって SNS で送ってくるんじゃなくて、あの、ここに LINE の ID 書いてくれる。今できたやろ、返事。なんでやねん。ショートメッセージに入ってきた。じゃ、ここに LINE の ID 書いてくれたらいいねんって。もう、くぅー、特急特急。あと、しーちゃん、ちょっと待って。ちょっと山田ありがとうじゃないって、山田ありがとうじゃなくて、じゃここに、ここに、LINE の ID 載せて、ちょっと山田ありがとうじゃないねんって。ちょっと山田ありがとうじゃないねんって。もうあかん、もう苦しい。ID 検索かけてみようか一回。もうあかんわ。 QR コードじゃない、 QR コードじゃない。もう ID もうええわ。検索かけてみるわ。もうあかん、話ならへんわ。話なるよ。話ならへんねんって。だから話ならへんねんって。出てきた、出てきた。バラバラさん出てきた、出てきた。バラバラさん出てきたわ。バラバラさん LINE かけてる。バラバラさん LINE 見て、追加した。バラバラさん LINE 追加できた。あ、電話番号検索入ったわ。バラバラさん LINE 見て、今追加してるから、友達の欄見て、追加できた。うわ、追加できた。バラバラさん追加できたわ。追加したかな。
追加し て, ってあかん、既読ならへんわ。 LINE 見てないわ。うん、見てない。多分追加ボタン押してないわ。うわ、ムズムズする、ムズムズする、やばい。今電源入れた。ちょ、 LINE 見て、 LINE 見て、おーいって、おーい、 LINE 見て。今 部長山田が追加されてるはずやから。いや、この番号のはず、絶対。 LINE 見て、友達のところ見て、友達のところ LINE の。あかん、まだ既読ならへん。まだ送った文章既読ならへん。次枠、家帰ります。もう終わります。これバラバラさんやろ、この喧嘩上等って書いてんの。これバラバラさんでしょ、ちゃうの、うん、はい、匿名さんパオーアザス、オッケー。匿名さんありがとうございます。はい、漢字の人ありがとうございます。彼氏大好きなんですね君は。そうですよね、パオーアザス、オッケー、いいよ、うまいよ、うん、これあるよな、こうちゃんの彼女やんな、うん、いいぞ、うん、あかんってマジで。バラバラさん全然 LINE 見てくれへんわ。もう話ならへんわ、一生繋がらへんわ。あかん、もう どうしようもないわ。バラバラさん追加したで LINE。 C ちゃん電話出られへんねん。あと C ちゃんの LINE はじゃあ逃げ格ですやん、 DM してこいってできないんですよ。しつこいとかこじきとか言われましたけど、自分の金返せよってこじきじゃないし、時効もないのに逃げ回る人生なんですかね。山田さんはクズたちの発言は客観的にどう思いますか。クズだと思います。あ、バラバラさんからスタンプ来た、バラバラさんからスタンプ来た、おお来たぞ、スタンプ来た。スタンプじゃなくて電話出て。あかん、何これ、電話出てくれへん。住所送っといて、住所送っといて、住所送っといて、これでいいか。あかんわ、もう電話出えへん。電話出ません。まあ住所送っといて。あ、こんばんは、無理やりでもありがとうございます。反応遅いわ。まあいいや、特急相手やからな。よっしゃ、じゃあそろそろ感想っすね。よし、さあ帰るか。そろそろ終わりますか、皆さん。三感想、山上がりの散髪きつすぎるわ、ほんま。ああ濃かったね今日も一日。帰ろう、うん、どうやって帰ろうかな。でももう、帰るか。もし皆さん、あの無料アイテム残ってたらください。お願いします。無料アイテム残ってたらください。お願いします。はい、あざす。はい、無料アイテムありがとうございます。うるさいですね。そうですね、はい、無料アイテム残ってたらください。お願いします。あ、駐車料金払ってこよう。帰るぞ、そろそろ。あ、無料アイテムありがとうございます。もうバラバラさんからは LINE 止まらへん。何これ、何言ってんの、電話出てくれへん。もしもし、もしもし、あ、ハウってるわ、配信閉じれる。あ、
いや、住所送っといて家まで行ったるから。ちゃんと教えたでしょ、前。いや、俺住所は聞いてない、一回も。え？はい、5個パンをゴシゴシゴシ。住所知らんで、住所送っといて家行くから。うーの人、ありがとうございます。5個、オッケーよ。来ないじゃん。行くよ、住所送ってくれたら行く、家まで。なんで前もまなみさんのことも四日市の駅でいろいろあってごめんなさいっていうことあったでしょ。そんなんどうでもいいから住所送ってくれたら行くって、うん、そんなことどうでもいいから本当。うん、住所送ってくれたら行くから住所送っといて。分かった。うん、うん、お疲れさん、気をつけて。ちなみに旦那さんはいいって言ってるん、家行って放送つけてノリノリで。あ、全然大丈夫よ。あ、ほんま分かった。ほんと送っといて。私も配信始めてやってる。うん、分かった分かった。ほんと住所送っといて、すぐに。うん、分かった。ほらね、はいよ。はい、はい、お疲れさん。はい。はい、一級を手に入れた。うん、住所送ってくれるかな。うん、いいらしい。えぐいで。うん、もう、えぐいで。すぐ来るかな、住所。えぐいで送ってくるかな。すぐこれであれやな、 R 社長とかが四日市おるときに一緒に回れるよな、言うたら。せやない、よかった、目標達成。いやいやいや、これだけじゃわからんやん。え、これだけじゃわからん、これだけだけ、これだけ全部やって、全部やって、これだけじゃ分からんで途中で切っとる、うん、住所もうあかんわ、もうあかんわ、もうマジで全部やって、全部もう何丁目何番何十何号までやって、うん、もうあかんわ、ダメや、うん、もうゲロ吐きそう、バリじらしてくるやん。これだから一級は。まあ、ええわ、温めとくわ。うん。温めとくわ。これじゃ家行かれへんやん。そこだけじゃ行けないじゃん。バラバラさん。次学ちょっと家もう終わります。いや、次学決定じゃないです、帰ります。もう病み上がりから三乾燥やで言うたらもうきつすぎるやろ。まあ明日もするから、明日もするから、また明日もするから、今日はお疲れ様でした皆さん。いやいや、もうしんどい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 、もうしんどい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 、さすがにしんどい、きつい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 、いいじゃねえよ。いや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 、もうまず帰らせてくれ、家帰らせてくれ、どっちにしても家帰ってからにしよう。そしたらもうちょっとだけって家帰ってからにしましょうって皆さん。あ、よかった、あのフォローしといてください皆さん、うん、後でフォローみんな返しとくんで、うん、うん、何言ってんのかわからへん、もうほっとこう、終わります。もうさすがに、あ、107票パオーアザス、オッケー、107票熱いカードの人アザス、おおお、それでは皆さん、あのお疲れ様でした、お疲れ様でした、またはい、明日です、はい、また明日です、明日っていうか、まあ今日の、はい、あの昼過ぎか夕方ぐらい